時計メガネアクセサリーリコーーコドでございます今回は晴天の日にはですね、あのー、ソーラー電波腕時計などの,あの充電がですね非常に効率よくできますのでそのことをちょっと、あのー、お話ししたいと思います、まあ、ソーラーこう,、ね、こういうまあソーラー電波、まあ、電波でないソーラーもね、あのー、結構ございますけど、まあ、それも含めてですけど あの、天気のいい時、あの、こういうですね、蛍光灯とかの下でもですね、あの、かなり充電はできるんですけど、できれば、あの、天気のいい日ですね、あの、ちょうど窓のちょっと近くにね、火が入れば、そこで、あの、今、充電していただくと非常に効率よくですね、あの、充電できますので、まあ、いずれにしましてう、あの、よくあの、ボックスの中にしまい込んだりですね、どうしても普段使わない場合なんか特にそうだと思うんですが、 あとはその引き出しの中にしまったりするとですね、あのー、充電不足っていうことがありますので、そうするとちょっとあの時間が、あのー、まあ、基準値がずれたりとか、まあそういうこともあるかもしれません。そういう場合はあのー、あれですね、まあ、一回充電していただいて、どうしても合わない場合ですね、あの、ちょっと基準位置がずれてるっていうこともあるかもしれません。そういう場合はですね、あの対応できますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。